皆さんこんにちは。国立環境研究所気候変動適応センターの阿久津です。今日の動画はですね、会話形式で、ちょっとやっていきたいなと思ってまして、同じ気候変動適応センターの大山さんにと一緒に今日はいろいろ会話をしながらこの動画をお届けできたらなと思ってます。大山さん、よろしくお願いします。大山と申します。よろしくお願いします。はい、お二人とも研究者ではなくて、その気候変動適応センター の支援業務を、になっている二人なんですけれども、1回目の動画でもちょっとちらっと紹介したと思うんですけど、私が元公務員 で、大山さんは民間企業から来ていると、こちらに来ているということで、そういう二人なんですけど、その研究者ではない視点とかでいろいろそういう会話をお届けできたらなというふうに思ってます。よろしくお願いします。お願いします。で、今日何をするかなんですけど、前回ですね、生物季節観測をテーマに気象予報士の森田さんと、我々気候変動適応センターの西弘さんとの対談動画をお届けしました。でこの対談動画はすごく面白い内容だったのかなと、手前味噌ですけれども、思ってます。でそれで森田さんが国立環境研究所のに来たってことをですね、ツイッターでつぶやいてくださったんですよね。でそれに対してのコメントっていうのがついていて、それを私がちょっと拝見したときに、そういう捉え方をするんだなっていうのを思ってですね、やはり私も大山さんもそうですけど、気候変動適応センターに行って、この気候変動適応ってものに関わっていると、ちょっとついそれをあまりその一般の方々がどう思うかっていう感覚がなかなか分かりづらくなってくる面もあるので、すごく参考になって面白いなと思ったので、それを今日は取り上げていきたいと思います。そうですね、我々は1日8時間1年中適応をやっている人間なので、どうしてもやっぱ適応やるべきだろうっていうバイアスがかかってしまっているところはあると思うので、まっさらなというか、フラットな視点で自分とは違う視点でいろいろ意見をいただけるっていうのは、本当にツイッターとかそういう場所の貴重な点だなと、今回改めて思いましたね。そうですね、じゃあ、早速どういうコメントがあったかっていうことなんですけれども、ですね、まずこんなコメントがありました。どこまでも適用可能だとするのは間違いでは、もう一歩も引けないとすると最後の防衛ラインをどこに引くのかが今まさに国際的に問われていますというコメントがありました。でもう一つはですね、同じようなコメントなんですけれども、殺人猛暑も起きているのに適応変動を前提に行動って…人間が人間である以上適応不可能な限界は来るでしょう。もうすでに夏の猛暑に関しては限界が近いと思うんだけど、そうなってしまえば適応なんてさ、というそんなコメントがありました。そうですよね、でこれなるほどなと思っていて、で多分この方っていうのは、我々がすべてどんな気候変動が状況になっても適応できるというふうに考えている、そういう適応至上主義みたいなそういう人間に思われてるんじゃないかなと、このコメントを見て感じていてですね、でそういった誤解があるのであればぜひ解きたいなと。でそう誤解されない方もいらっしゃるとは思うんですけど、でもやっぱりそう思う方も一定数いるのかなという気がしたんで、それを解ければなと思いました。まず多分この方がおっしゃりたいことは、適用っていう前にそもそもその CO2 を出さないするっていうことがもっと大事なんじゃないのかと、適用言ってる場合じゃないんじゃないのかっていうニュアンスも含まれているような気がしていてですね、でちょっと前回 の森田さんとの動画の中でも少し適用とはみたいな話をしましたけれども、その地球温暖化とか気候変動ってことに関しては、緩和と適用っていう概念があるわけですよね。でよく世の中的に注目される CO2 を減らして、温暖化がこれ以上進行しないようにしようとか、温暖化を止めようっていう、そういう発想が緩和で、我々がやって適用というのは、
も実際 CO2 を出しているし、実際に温度は上がっていくし、これからも上がっていくことが予想されるので、それに対して、対応しよう、適応しようというのが、適応ですよね。で、我々のスタンスとしては、両方大事なんですというのが言いたいと、それが基本的なスタンスですよね。なので我々としても、どこまで気候変動が進んでも適用できるよねとは考えているわけではないというのは、ぜひご理解いただきたいなと思っています。で、適用できる限界っていう言葉が出てきてるんですけど、そういうものがあるっていうことにも同意します。はい。じゃあどこが限界なのかって言われると、ここが限界という、明確な答えはないのかなというふうに個人的に思ってるんですけど、そこを大山さんとかはどう捉えてますかね。そうですね、やっぱりその農業の分野だとか防災の分野だとか水資源の分野だとか、いろんな分野で気候変動って影響が出てくるって言われてますけど、その分野ごとにできることの限界って結構違っている気はしていて、そうですね、なので分野ごとにかなりその状況異なるし、分野だけじゃなくてその地域でどれだけのその分野に対して優先順位をつけて作っていけるのかっていうところがかなり差が出てくるかな、ちょっとあんまりはっきり答えられなくてあれなんですけど、ケースバイケースなのかなと思ってます。そうですね、はい、私もそうかなと思っていて、やはり分野ごとにだいぶ変わるというかっていう状況ですよね。で、一方で、その全体的なことで言うと、パリ協定では世界の平均気温の上昇を産業革命以前に比べて2度より十分低く保って、1.5 度に抑える努力をするということが、世界の国々の間で合意されていますよね。で、そういった合意も元にですね、その IPCC、それと世界の気候変動のに関する研究者たちの集まりがですね、1.5 度特別報告書というものを出されているという状況になっていて、で、この 1.5 度とか2度とかっていう数字は、限界ということとは少し違うと思うんですけども、一つ参考になると思ってます。で、ちょっとこの 1.5 度特別報告書の内容について少しお話しておきたいなと今回は思っていたんですけど、その 1.5 度に抑えるためにはですね、その報告書の中では2010年比で2030年頃には CO2 排出を約 45% 削減をして、2050年頃までに今カーボンニュートラル、 CO2 排出量も消費ゼロにする必要があるということが言われています。で、昨年ですね、日本でも菅総理の国会での宣言で2050年、カーボンニュートラルを目指すという宣言がなされて、まさしくその日本全体としてこの 1.5 度目標を目指して、取り組んでいくという方向になっているのかなと思います。そういう方向になってきて、実際こう世の中的にも最近はかなり、脱炭素っていう言葉がマスコミなどでも取り上げるようになってきてですね、こう世の中全体がそういう方向に動いていこうっていう機運は見られて、それはすごくとても我々から見てもいいことだなと思うんですけど、でも我々としてはこう誤解していただきたくないのは、じゃあ今のまま進んでいけばもう適用みたいな取り組みは必要ないのかと言われると、そうではないというふうに思っていまして、やはりその2050年までにカーボンニュートラルっていうことを達成できるかっていうのは世の中的には結構不透明ですよね。実際こう我々の今の現状の生活を見ても、やはりその CO2 を出すような活動っていうのはまだまだこうたくさんしていると思いますし、当然我々個人レベルでも変わっていかなきゃいけないと思うんですけども、やはり個人レベルでやれることっていうのも限界があって、これからそういうイノベーションとか社会全体のシステムのこう抜本的な転換とかが必要で、
まあ、課題も多いなというふうに思うんですね。でまたあと日本はその2050年のカーボンニュートラルっていうものをまあ目指すということがまあ宣言されていて、世の中的にそれに向かっていこうっていう感じにはなってきてるとは思うんですけども、この 1.5 度に抑えるっていうのは当然日本だけじゃなくて、日本以外にもたくさん CO2 を出している国っていうのはあの現状ありますし、あとこれから発展しようとする国っていうのがありますよね。でそういったあのいわゆる新興国の国々がじゃ あのいきなり CO2 を出さない形で、発展しようとするか、そういう方向に向かっていくかというのは、まあ、まだまだあの分からない部分が多いので、日本だけではなかなか、日本だけでもこう課題はたくさんあるのに、こう世界全体でそれを達成する必要があって、で、まあ、日本はまあ外国に対してできることももちろんありますけど、なかなか直接的に影響を及ぼしづらいところもあって、まあ、そういう意味でも本当にあの2050年のカーボンニュートラル 1.5 度を目標達成できるかというのはかなり不透明で、あのそれだけをこう緩和だけをこう取り組んでいくというのは非常にリスクがあることだと思うんですね。で、まあ、ちょっと昔の話になると、まあ、確かにですね、この適応っていう分野、あの適応っていうところをあんまりこう前面に押し出さない方がいいんじゃないかっていう議論がですね、あの2005年とかそのあたりには国際的にあったと記憶してまして、うん、でまあ、なんでかっていうと、その適応ができるっていうことをあんまり前面に押し出すと、あの緩和、うん、あのしなくてもいいんじゃないかなとかなってしまうんじゃないかっていう、まあ、発想にもまあつながりうるので、うん、あんまりこう適応を前面に出さずに、まあ、緩和をまずは頑張って取り組みましょうということで、うんうん、まあ、議論があの行われてきたと、あの、うんうん、認識してるんですけど、うん、まあ、ただそうも言ってられない状況になってきたのかなっていうのは、うん、あの最近思うところで、やっぱり、まあ、ある程度もう例えば、平成30年7月号とかそういうところでは温暖化の影響はあったであろうと、なんかアトリビューションってい こう研究がされていたりも、うんうん、あのしますし、まあ、影響も顕在化してきているし、まあ、このままのペースでいってもかなりの影響が出てくるだろうということが 1.5 度報告書とか、あるいはあの第5次、評価報告書とかそういうところでもあのはっきりしてきているので、かなり乗ってきならない事態になってきていると、うん、あの認識してます。なのであの、まあ、緩和はあのまず一丁目一番地であの非常に大事なんですけど、並行してもう適用もやっていかないといけない、そういう世の中になってきたんじゃないかなと認識はしてますね。そうですね。あ、なるほど。確かにそう、適用を言い過ぎることでこう緩和の手が緩むんじゃないかというのは、確かにまあ緩和にすごくこう意識がある人からすれば、まあ、そう思うこともあるのかもしれないですね。でも確かに私も大山さんが言うように、まあ、そうも言ってられない状況なのかなというふうに思ってます。で、まあ、つまりその、まあ、産業革命以前から 1.5 度を目標達成するために、まあ、カーボンニュートラル今あの頑張りましょうっていうことなん で現状がその、まあ、1度弱ぐらいだとしたら、まあ、まだこれからこうカーボンニュートラルを達成できたとしても、引き続きまたこう同じぐらいの進行速度でもう気温が上昇していくことはもうある意味明らかだというふうに思うんですよね。でなので、まあ、まだまだ気温は上昇していくんで、まあ、そこに対する備えとかあの対応っていうのは私はこう必ず必要なのかなと思いますね。適用にもあのいろいろあると思うんですけど、うん、まあ、さっきあの例えば堤防を作るみたいな話とかっていうのは割とこう時間がかかる話だと思うんですよね。あの周辺のこう土地をあの確保したりとかそういうところから始まると思うので、うんうん、まあ、下手したらあの10年とか20年とかそういう時間かかってしまうんですけど、それがあの気候変動がもう少しこう進んでから、あのもう本当に影響がもう出始めてからこう堤防を作ろうとしても非常にそれって難しいと思うんですけども、うん、まあ、そういう特に時間がかかるような適応策っていうのはあの早め早めにあの計画的にあの進めていく必要があるんじゃないかなというのは、うん、あの思ってます。まあ、とはいえもうどこでもとにかくでっかい堤防を作ればいいって、そういうのはやっぱりあの税金の無駄だと思うので、うんうん、まあ、そこはあの気候変動のあの進展をこう見ながら、 あのある敷地に達したら、じゃあこの
対策を講じよう、うん、ある敷地に達したら次はこの対策を講じようみたいに、こうなるべくこう無駄がないように計画的にやっていくっていうのが、うん、非常に適用大事なんじゃないかなと今思ってます、うん、そうですね。確かにまだ ある意味、まあ、数十年先とかっていうレベルの話なので、まだ今からこうしっかり計画を作ってやっていけば時間はこうたくさんあるわけですよね。なのでその中でこう直前になってからこう急ピッチでこう堤防をバーンと立ててそれで防ごうっていう発想ではなくて、なるべく理想のこう世界というか世の中というかそういうものをこう描いて、こう単に高い堤防がある世界というよりかはもう少し自然も周りにあった方がこう生活は豊かになると思いますし、そういったものの力とかを使って対応していくっていうのはすごい大事かなと思います。そうですね。気候変動のことだけを考えて我々も生活しているわけではないと思うので、やっぱり、うん、まあ、非常に大事なことだとは思っているんですが、まあ、総合的にこう住みよい街ってどんな街だろうとか暮らしやすい街ってどんな街だろうっていう、その中に気候変動とか適応っていう視点も、うん、含めていけるといいなというのが最近個人的に思っていることですね。はいはい、うん、はい、そうですね。まさしくなんか私も適応ってなんか街づくりそのものだなと思っていて、適応をするとすごくなんか、要するに適応の取り組みを進めていくことってすごくその街とか自治体をすごく魅力的にしていくんじゃないのかなと思っていて、やっぱり将来的に長く住んでいくことを考えたときに、やっぱり気候変動でとても脅威に思いますし、それにちゃんと対応できてるとか、それに対応してなんかすごい活気ある街になっていくってい う, こうビジョンが見えると、まあ、なんかその街に住んでいきたいなっていう気になりますよね。そうですね。私もそうですね。今全国の市区町村でその気候変動適応計画が策定されてるのって 2% ぐらいしかいない状況なんですけど、うん、やっぱりその 2% の方たちと面談とかこうセミナーとかでお話をする機会があると、まあ、自治体の方もそうですけど、うん、そこにこう市民がこう委員として参画してたりとか、うん、こういろんな大学の人がこうそこに来てたりとか、あるいはこう企業の人が来てたりとかして、まあ、その中でこう計画についていろいろ議論をするプロセスがあって、で、まあ、数十年後この街ってこうどういう街にしていこうか、どういう市民に住んでもらいたいか、まあ、よりどうやってこう多くの人にこうアピールできる街にするかっていうことがやっぱり初めに来ていて、まあ、その議論を踏まえてこう計画ができてきているっていうプロセスがあるので、率直にそういう街って私も住みたいな、うん、まあ、この業界にいるからかもしれないですけど思いましたね。はい、うん、そうですよね。はい、ありがとうございます。すごくなんかいい話になんかつながっていったんじゃないかなと。ちょっと自信ないですけど、はい、まあ最初の話に戻ると、もうどこまでも適用可能だと考えてるんじゃないかとか、そういうのは間違いじゃないかという、まあそういうコメントだったと思うんですけど、まあ改めて整理すると、まあ、我々は適応だけやっていけばいいというふうには思ってませんと。緩和と適応、まあ、両方大事で、で大事なんですけども、まあ、我々はその適応を推進する側にいるというか、まあ、そこの重要性を社会に訴えていく、まあ、役割にいるというような、まあ、そういう立場ですという感じでいいですかね。そうですね。適応至上主義者ではありません、うん、はい、適応至上主義者はないと、はい、そういう危険な人たちじゃありませんということでご理解いただければなということですかね。はい、ありがとうございます。まあ、あと我々が言ったことは多分現場の方々からすればすごい理想を言っているよというふうに思われる部分もあると思うんですよね。あとこういう視点が抜けてとか、いやこういう、そうは言ってもこういう課題があるんだとか、なんかそういうのがあるんであれば、ぜひこの動画の中のコメント欄とかでシェアしていただければと思いますし、そういう新たな視点も加えて、なんか我々の中でも、じゃあどうしたらいいのかとかっていうのは少し考えて、また発信していきたいなと思います。は
はい、そうですね、適用センターの中でもこのコメント欄をオープンにするかとか、うん、あの高評価低評価をオープンにするかってことはちょっと議論があったんですね、うん、で、はい、あんまりそこをオープンにしている公的機関って多くないなっていうのがちょっと調べた結果ではあるんですけど、まあ、あえてそこはオープンにして、あのなるべくあの建設的な議論を、うん、あの多くの方としていきたいなという思いでオープンにしてますので、うん、あのぜひ下のコメント欄にお願いできればありがたいですね、はい、ここの場がすごくそういうインタラクティブなあのコミュニケーションの場になったらすごい素晴らしいなと思うんですよね、はい、このコロナ禍でなかなか直接的な話、直接的に話ができない中で、そうですね、どういうツールを活用して、ね、相互に意見交換してその議論がどんどん盛り上がっていけばすごいいいなと思うので、今のところその1本目と2本目の動画にはコメントが全くついてないので、そうです、あのぜひあのお願いします。よろしくお願いします、はい、今日はご視聴いただいてありがとうございました。ありがとうございました。